やり直しは禁止、リセットボタンは押さないで。皆さんこんにちは、フジテレビ新人アナウンサーの小山内玲奈です。今回もよろしくお願いいたします。このチャンネルではアナウンサーの卵である私が大好きなゲーム実況を通して一人前のアナウンサーを目指すというチャンネルになっております。なんか秋だけど、うん、どういう秋が今、なんか食欲の秋とか超食欲選択肢与える前に食欲が食欲しかない。あと読書もしてるけど、うん、もうね止まんない、こうなんかつまむってずっとこう食べてる。何つまんでる？一応なんかなんだろう、アーモンドとか、うん、いいって言うじゃん、ナッツ系、うん、でもなんか止まんないのよ、うん、いくらいいとはいえ食べ過ぎるから結局なんか変わらないみたいなそうで結局チョコとかにも行っちゃってみたいな。やばい。ちなみにじゃあレイカは何の秋ですか？私も多分食欲かな食べてる？食べてると思う、ずっと。てか秋だから食べてるとかじゃないと思うんだよ、多分常に食べてる気がする。わかる、めちゃめちゃわかる。そう、秋だからじゃないんだよね。そう結局常に秋常に食欲の秋ってか。今回も新しい企画やっていこうと思います。その名も e マーケットリサーチー。このコーナー3回目ですけど、もう今のところ1対1でいい勝負、うん、そうね、確かにこれが最後の勝負かな、うん、そうだねこれで決まるね、今後の何かが今後の何かが変わるかもしれない次ちょっとどっちか敬語になってるかもしれないeマーケットリサーチ第3弾でプレイするタイトルはこちらです。じゃん、 NBA。 どうしたんだろうそして今回第3あやばいそして今回第3弾としてプレイするゲームはこちらです。じゃん、 NBA2K22 です。すごい、なんか八村塁選手が大きく乗ってますけれどもこちらはなんと9月10日に発売されたばかりの大人気バスケゲームの最新作もう一回やっていいですかやばい。9月10日に発売されたばかりの、大人気バスケゲームの最新作となっております。超リアルな NBA プレイヤーたちをなんと自分の手で操作できちゃうということで、さっきも言ったんですけれども日本版表紙には八村塁選手が起用されるなど、中身以外にも楽しめる要素盛りだくさんの一本となっております。確かにこれはやったことありますか？ないですね。なんかこういうスポーツゲーム一回もやったことないかも。あ、そうなん。パズルゲームよりやったことないかも、うん、これはお互い初心者ということでどっちが勝つか確かにわからない。いやでもね、さっきそれでちょっとね、ちょっとだいぶどっちが勝つか分からない、勝敗がついてしまったけど今回は2つのコーナーを行いたいと思います。まず1つ目、ガチンコハーフマッチ3本勝負やっていきます。1クォーター2分設定で、2クォーターまでのハーフ試合を3本私とレイカで戦って、勝率が多い方が勝ちとなっていきます。ではまずそのガチンコ対決からやっていきたいと思います。では早速プレイしていきましょう。どうしようかな。なんかおすすめのチームありますか？やっぱりこれのパッケージにもある、うん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 、八村塁選手がいるおウィザーズがおすすめなんじゃないかな。なるほど、ウィザーズあるか、あ出てこない、あったこれか。確かに強そうだね。私はこれにしてみようかな。じゃあ私はウィザーズでいきたいと思います。発ボタン、試合開始やるぞ。もうね超リアルなんだよね、これリポーターが喋ってて、グラフィック
がすごいですね。ねえ、本当の選手なんだもんね、これ。それすごいよね。すごいよね、うん、なんか自分がさ、ゲームに出てるってどんな気分なんだろうね。もうこの選手がこのゲームやったらめっちゃ面白い。確かに確かに。あ、俺いる俺いるみたいな。いいなぁ、すごい観客が盛りだくさん。 Here we go。 いきますか。あ、取られた。じゃあ私後ろか。いけ。あ、惜しい。いいね、この青のユニフォーム素敵だね。いけ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 。あ、優勝優勝。あ、取られた。さあ、気合を入れ直して、え、だナイスナイス、取った取った取った、行くぞ。すごい観客が湧いております。あ、行け。あ、面白い。あ、違うわ。行け。おいし、2対2、2対2、いい感じ。おい、パスしていく。これを阻止して行きたい。あー、難しい。飛ばせ。あー、飛ばしすぎた、飛ばしすぎた。あらららら、はぁーみたいな。ちょっとやってしまった。飛ばしすぎだよって言われちゃう。ほっ、あっ、ナイス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 。けけけけけけけ、パスしてこう。パスして、あ、痛い。あ、危ない危ない危ない。取られたと思った。よいしょ、いけ、入れ。あ、惜しい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 。頑張れ頑張れ、頑張って頑張って頑張って。はい、いきますよ。はい、いくぞ。いっと、よし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 。危ない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 。これ入れたら、これ入れたら同点。はい。うわぁ。以上。オッケー、ナイス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 。ゲゲ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 ゲ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。パスしてこう。パスして、あー、取られた。取られたー。やばいやばいやばい。あ、やめて。あ、やめてやめて。うわぁ、ナイス。危ない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 。あ、やべやべ、あまり近づきすぎるぜ。いいよいいよいいよ、よいしょ、いい。あー、危ない、危ない。けけ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 。パスできるか。あ、そしてシュート、ナイス。オッケー、ナイス。おー、あー、あまさかの。パスを、あー、やばい、いけ、やばい、あっ、危ない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 、危なかった。え、レコーダーが終了した。なんか逆転されている。おっと、いやでも1点差だからな、すぐこんなの抜かれちゃうよ。お、ダンスが始まった。うわー、おすごい、飛ぶね飛ぶね。ナイス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 。パス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 。お、パス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 。あー、取られた。やばいやばい。お、お、うわ、やられるやられる。あー、やられた。やばい、飛ばそう。あ、ダメだ。ちょ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 、取って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 、なんか取ってた。あー、ナイスナイスナイス。おっと、こんなこと本当にあるのか。さあ、どこに投げるか。お、近くに投げた。いけるか、いけるか、いけるか。うわー、取られた。8対5、やばい。え、その投げ方なんなの。ちょっとやめて、
ないでしょ。しかも飛び込む自分で投げて自分で飛び込むみたい難しいな。そしそしそしあれそし、ああ何のサインだ。すごい、まあ、取り合いになってた。うん喧嘩はダメだ。あ、これは何の表情だ。はい、よいしょ、取った。どこだ、ボールどこだ。ここだ。パス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 、シュート、シュシュッなんかタイミングが合わない。いきます。え、オーマイ。よし。よし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 。音？よし、いきます。いきます。なんかやらかしてるな。ナイス。あ、やばい。いけ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 、いけるよ、取れるよ。あー、ダメだった。おん、あー、うわー、入ったー。嘘でしょ。10対6です。やばいですね。取ってくださいよ。なんだこれはね。いけ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 、取れ取れ、いいよ。13番シュート。あー、惜しいよ。あー、うさ、あー、そし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 していこう。え、あ、だめだ、入ったと思った。危ない危ない危ない。入れるか。危ない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 。ああ、やっちまった。こらこら、群がっちゃいけない、群がっちゃいけない。お、おお。いいね。はい。うまい。完璧。タイミング最高。やばいね。2倍の差を。お、そう。ちょっと調子いいじゃん。ちょっと。やばい、頑張れ頑張れ。終わりました。それはやばいって、やばいって。おかしいな。迷う迷う、白にしよう。一回選んだチームとはちょっと違うやつで。違うやつで。いけ。待って。どうやって取れるんだ。頑張れ。そうしる。そうしなさい。そう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 。おっとやめて。ナイス。あ、う、うん。戻したな。いけるよ。6番。決めろ。おお。あ、惜しい。惜しい。取れ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 。おっと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 。いや、やめて。あまりそう近づきすぎると良くないよ。ファールっていう怖いものがあるから。そうそうそう、連携して連携して連携して取って取って取って。あー、頑張れ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 。あー、ファール怖いファール怖いファール怖い。あー、危ない危ない。ナイスナイスナイス。いけ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 。おっと、うまいねうまいね。あ、やめて。お、危ない危ない危ない。へえ、熱いねさあこちら辺に欲しいよ。あー、取られた取られた。よいしょ。あー、2-0。やばい、最初取られたのはでかいの。
ちょ、下手くそかて、下手くそかて、なんでその投げ方。これは続けられる？続けられる？オッケー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 。パスしていこう。パスしていこう。絶対パス取るんだよね。絶対パス取る。おー、よいしょ。よし、やばい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 。オッケー、パス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 、おー、あーこらこら、あー、パス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 、やめてやめて、お願いお願いお願い、あ、ファール怖いファール怖いファール怖い、おー、届け届け、あー、絶対絶対もう取られる、ナイス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 、こっちにこっちに、いけるかいけるか、いけいけ、あー、あ、怖い、おっと、危ない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 、走れ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 、パス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 、ナイス、いけ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 、13 13 13、パス、勝負、あの、なんだっけ、シュートーシュートー、ナイス、熱い熱い熱い、あー、これ熱いっすね、いいんじゃない、お、今は大2対2くらいの次が第2、そうだね、4対3、今0位置か、いやー、取って取って取って、おお、味方で取り合ってどうする、あー、あー、取りに行った取りに行厳しい、厳しい、今バスケをやってるけど、うんうん、バスケしてる人が好きか、でもバスケか野球で分かれると思うんだよね、野球とかサッカーとか、そうだねそうだね、どれがタイプ、えじゃあちなみに、うん、歴代の聞いていい歴代のぶっこむな、学生の時とか、うん、どうだった、あ、でも好きな人は、うん、サッカー部にいたかな、お、え、みんなサッカー部だった、みんなっていうか好きな人は大体サッカー部、みんなではないけど、なんか推しメンとかいた、高校とか中学のところ、え、いないんだ、いない、いない、嘘なんか好きじゃなくて、見てたら、見てるだけで十分みたいな、え、めっちゃ好きじゃんそれ、好きじゃないです、好きじゃないです、別に そんなね、お近づきになるとかじゃなく、アイドル見てる感じとか、あ、そういう人がいたんだ、そう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 、え、その人はバスケ部だったってこと、それがやっ、その人はサッカー部だったかな、え、それ見てたってこと、え、見てはない、なんか透明、透明、あー気持ち悪いね、なんか変態みたい、その人結構人気がある人だったの、その人はどうなんだろう、あの、自分が勝手に見ててみたいな、あ、そう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 、え、なんかさ、よくあるじゃん、うん、なんか周りでみんなが見てるみたいな、この人かっこいいから、あらららじゃなくて、ただ単に自分だけが見てたみたいな感じだった、うん、それは好きじゃないかないや違うのよ違うのよ違うのよ、推しだったのか、推しだったの、え、なんかでも別にそんな推しも1人とかじゃなくて 2,3 人いるの、なんかそういう文化、そういう文化、うちらだけのあって、なんか結構その文化祭とか学校行事の時に推しと写真を撮るみたいな、うん、そういう時しか話しかけられないから、その行事のテンションに任せて写真を撮るみたいな、うんうん、いいですか写真っていう、え、ってことはそれ先輩だった、うん、先輩じゃない、ええ、なんで先輩なの、え、撮っていいですかみたいな、敬語だったから先輩かなって、話したことないから敬語になっちゃう、え、同い年、同い年、もう、同い年、同い年、私の推しは、まあ、後輩だった、あ、そうなんだ、後輩だった、恥ずかしいこれ、これさ、知ってる人聞いてたら本当に恥ずかしいよね、そう、まあ、後輩だったんだよね、あ、そうなんだ、そう、でも私その後輩とは写真撮られなかったんだよね、え、なんで、恥ずかしすぎて、話したことないし、同い年だったらまだいけたんだけど、うん、後輩はね、ダメだったね、
ちょっと私そもそもなんか自分から行けるタイプじゃないから、なんか推しとかいてもでなんか結構さ友達がじゃあ写真撮ればいいじゃんとか言うんだけど、うんうんうん、いや恥ずかしいからいいやっていうタイプで結構自分から行けない。あ懐かしいな。勝ちました、あのレイナが勝ちました。おやったやった、知らぬ間に。私シュートしてたかな、覚えてないな。今4号で、なるほどなるほど、4号今1位です。はい、1位か、いい勝負だね。これにしよう。オッケー。え、自分から行くタイプ？あ、絶対行けない、絶対行けない、無理。え、じゃあもし相手が、うん、もう確信あって、うん、もはやもう両思いっていう感じになっても、はい、あ、無理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 、絶対無理、絶対無理。隠しちゃう、なんか好きですっていうので、なんで恥ずかしくて今まで好きだった人との恋は実ったタイプ、うん、うん、実ったこと1回しかないなんて返そうかなと思っちゃったんだけどそうだよね、ちょっと。え、その前はいつの時？それは恥ずかしい、中学の時あ、そうなんだ。うん、そうそう。え、中学からいつまで付き合ってた？うん、お、あのね、短いあ、そうなんだ、短い、まあ、中学生だからそうそう、中学生だから。ナイス、おー、あ、もう呼んでなんかね、もうね、好きってなんだろうみたいな感じになんないどういうこと？なんないか。え、そういう風になるタイプ、もしかして、うん、おー、いけ、入るよ。シュートしてくれない。今彼氏いるっていう話はしてもいいのかな、これ。いいんじゃないかな。あ、いる？わ、あ、あれ、もうちょっと違うか。あれだね、多分投げない。あ、すいません、投げたつもりなんですけど、ね、やば、やば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 、同点同点。ということで、まあ続きをして話し続き。あ、いいの、続きいっちゃっていい聞いてもいいの？全然、私は聞いてもいいんだけど、逆にレイナがどう、だって私レイナの話はどう私、妄想になっちゃうよ、全部枯れすぎてて、もうこういう枯れてるとか言っていいのか、もう本当に全然ダメ、向いてないんだよね、恋愛に。あ、そうなんだ。あ、多分ね、多分連絡とかが苦手なタイプ。あ、苦手、めっちゃ苦手。そういう人多いよね、なんか。あ、本当？うん、連絡苦手な人だと結構できない期間が長いというかそうなんだよね、難しいよね、スルー連絡、自分から。どうだろう、でもそんなに頻繁にはしないけど、うん、なんかまあ朝起きて、おはようぐらい、おはようと、恥ずかしいおはよう言って、まあ何回かラリーして、うんうんうん、ではそれでもう終わりかな。あー、なんかなんかさ安定してるカップルって感じいやいやいやいいなぁ、いいなぁとか言って。ナイス。で、今はどう、うん、今欲しい、結構仕事に集中したいタイプ今は。あー、でもなんかこう心のなんだろう、こな、なんだろう、なんかさ、なんだろう、悩んでる時に、う
それ何って悩んでる時にさ、なんかこう、そう気軽に相談できる人が欲しい、うん、友達でいいじゃんって感じなんだけど、うん、友達とさ、あの恋人ってまた違うじゃん、うん、分かんないんだけど、なんだろう、だからそういうねどうしよう、そう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 、どうなんだろう、でもあ、待って待って待って、なんかさっきからさ、シュートでききたやっとできた、なんかタイミングが全然、シュート難しいんだよね、ナイス、やばい、取られそう、やばい、いけ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 、やばい、なんかさ、みんなシュートしてくれないのよ、シュートしてくれないのよ、みんな押してんのに、あ、やば、いきます、危ない、ナイス、入んないと思った、やばい、いきますよ、入れてしまいます、あー、入んない、よし、オッケーオッケー、いけ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 、危なかった、今さ、多分さ、もうちょっと時間なかったらちょっと危なかったね、今危なかった、よし、2つ目のコーナーは目指せスポーツ実況への道はい、ということで、もう今見ていただいた通り、これだけリアルなスポーツゲームをお届けしたということで、なのでせっかくだから私新人アナウンサー頑張ってこのゲームに実況を当ててみたらどんな風になるかというコーナーでございます。すごく無茶ぶりいやー、まあでも将来何があるか分かりませんので、こうやって練習する機会を設けさせていただきました。はい、ということで今からレイカにもう1試合ハーフマッチをCPU と対決してもらいます。はい、でその試合に私サナイがもう本当に拙いながらも頑張って実況を当てさせていただきます。できるかな、でもまあどこまでやれるかチャレンジしていきたいと思います。あのちょっと、はい、青森弁でちょっと実況していただこうかなと。おお、あ、生っていいってこと。あ、そう津軽弁で、私の方言というか、私が住んでいる方言の津軽弁で実況をしていきたいと思います。はい、うん、ちょっとスイッチを切り替えてこっち、さあ難しいんだよね、ちょっとね、ここからもうじゃあやめよう、津軽弁、家族、周りは家族、さあ始まりました。まずボールが渡ったのはロサンゼルスレイカーズ、いけるか、お、決めだ、よし、さあボールがパス、あー、ロサンゼルスレイカーズいった、おっと、橋柄シュート、決めだ、わあ、マイハドンだば、よし、じゃあワシントンウィザーズ頑張ってほしいところですけれども、決められるが、あっと、カットされた、声はまいねえな、いけるかな、端から、お、ダンクはまいダンクは強え、よし、これでいいのか、実況も何もかもおっと、ここでシュート決めれば、お、決めだ、これはかっこいい。さあロサンゼルスレイカーズ、どんどんと自分の陣地に行ってダンク、またしてもダンク、もうダンクさあワシントンウィザーズ負けじと
自分の元へ。そしてシュートを決めて、あ、惜しい惜しい。ロサンゼルスレイカーズ、いけ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 、守れ守れ守れ、ほら、あー、まい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 、わー、入ってまいました、入ってまったー。11対2この9点どうやって埋めるんだべが。お、入るか、入らなかった、入らなかったけれども、ここで諦めれば前、そう試合終了だって、大がいっちゃう。さあここから、もう30秒切ったけど、まだいける、まだいける、まだいける、30秒で13-11点、11点取れるよ、いけるよ、あー頑張れ、まだ諦めれば前、諦めれば前、諦めれば前よ、ボール取られたからって言って諦めれば前、あー今のゴールかっこよかったな。いや、こっからまたいける、ああと9秒、あと9秒しかない、いけ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 、いってまれいってまれいってまれ、いけるぞいけるぞ、シュート決めろ、いけー、あー惜しい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 、あーということで、ということでロサンゼルスレイカーズが勝って、私のこの実況ができていったのか。やばいやばい、鉛が取れない。という感じ、あの集中できなかったよねきっと。いやいやいや、めっちゃ良かったと思う。あー本当ですか、どうですかこの最後の、え、なんかなんかね、こう誰かもう一人話せる人がいたら結構ポンポン出るんだけど、うん、この空間でね一人で喋るのはちょっと難しい。実況も難しいのに、そう実況も難しいのに、ちょっと方言で喋るのがね、難しくはないんだけど、うん、なんかこのスイッチがを切り替えるのがちょっと難しい。あ、方言で感想を言えっていうことなので、今回この NBA2K22 やってみたんですけど、いやでもなんかあれだね、バスケとかこういうスポーツゲームってあんまりやったことなかったけど、ニヤニヤしてすごいなんか楽しかったね、初めてやってみて、うん、どうだった、なんかね、あの言葉出てこない。なんかね、なんか結構なんかスポーツってあんまやる機会が ないから、なんかでもこうやって実際にいるチームとか操作、そうですね、選手の方とかをこうコントローラーで操作して、すごいなんかね、楽しかったし、なんか実際にこうテレビで例えばやってたとして、あの選手だってなるかなって思った。これでいいのか、はい、大丈夫です。あ、ちなみに今日学んだことっていうのが一つありまして、はい、あの先輩が偉大っていうのがね、もう本当にすごい、実況って難しいっていうことを学びました。ということで、今回の動画が良かったと思う方は高評価、それからコメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、またコメントでは私幼いにやっていただきたいゲーム、自分に敬語使っちゃった、また私幼いにやってほしいゲームなどありましたらコメント欄にお願いいたします。ではまた次回の動画で、お、やばいやばい、待ってる待って、次回の動画でお会いしましょう、さようなら。はい、はい、めっちゃやばー、抜けてなかった。え、最後はなんて言おうとしてた、何、え、最後なんて言おうとしてた、方言出そうだった、うん、出そうだった、普通に出そうだった、なんて言おうとしてた、覚えてない。もはや覚えてない、難しい、いやちょっとやめてほしいな。なんならあの感想のとこもやめてほしいな。ちょっとダメだわ、絶対使ってほしくない、本当に使ってほしくない、本当にやめてほしい。やだ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 、多分使うんじゃないかな、ほぼ。
絶対やばいでしょ。私方言だとさ声低くなるのよ。え、なんかそう低くなってんなと思って、うん、超低くなるの。え、でもめっちゃいいと思う。